こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の冬のトレンドアイテムベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のこちらのチャンネルでも結構定期的にですね、このようなトレンドアイテムを皆さんにご紹介しているわけなんですね。普段の僕のチャンネルではどちらかというと、定番とトレンドがあったら、まあ、定番を軸足にしながら、その中にほんのりトレンド感が漂うようなアイテムをですね、皆さんにご紹介することが多いんですが、まあそういったベーシック寄りのものは分かったと。まあもうちょっと大人世代が来て、まあ、トレンド感がほんのり漂うようなものって何かあるのかなと思っている方にですね、今回は動画をしっかりとお届けしたいなと思っています。ただトレンドといっても、今最新のもう本当にですね、ごく少数の人だけが理解しているような最先端のバキバキのトレンドもあれば、まあ、今回僕がお伝えするようなものというのは、まあ、あくまでここ数年なんとなくそういったものがトレンドになってきてるよとか、そしてそのようなアイテムは割とこう市場でも買いやすいレベルになってきていて、まあ、セレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランドなんかでも取り扱いがあるよというような、まあ、割とこう身近な取り入れやすいようなトレンドアイテムというところを、今回はリアルにですね、皆さんにお伝えをしていきたいなと思っています。まあ、どのアイテムに関してもまだちょっと見慣れない部分もあるかなと思うんですが、ここ数年じわりじわりと人気が出てきていますし、まあ、これから先もその傾向は、まあ、徐々にですね、浸透していくかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、今回のトレンドアイテムの中から、まあ、これはちょっとトライしやすそうだなというものがあればですね、気軽にですね、着こなしの中にミックスしていただけると、だいぶいつもの着こなしが鮮度を増して、気分も高まるかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に冬のトレンドアイテムを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まずはですね、冬のアイテムの中でも主役級になるような重衣量から行ってみたいなと思ってるんですが、まあダウンですとか中綿アウターですね、このあたりをご紹介したいなと思っています。一つ事例として出したいのがこちらですね、ビューティアンドユースの小松マテーレスタンドカラーダウンジャケットというものなんですけども、まあ、このようにですね、ダウンというものの中でも微妙にですね、流行トレンドみたいなものの移り変わりがあるわけなんですね。まあダウンといえばフードがついてるもので、ちゃんとですねステッチが入ってるものが一般的で、皆さんのイメージの中にも強いかなと思うんですが、まあ最近のダウンの傾向として結構ですね、フードを最初から取ってしまっていて、このようなスタンドカラーに仕上げてあるものが、まあちょっとトレンドアイテムとして増えてきてるかなと思います。まあビューティー&ユースも結構毎年ですね、ダウンをオリジナルで作ってるんですが、まあその中でも小松マテーレの素材を使ったダウンというのは結構人気があるんですけども、その一番こうど真ん中のダウンもスタンドカラーにしていて、最初からフードついてないんですね。このような襟元がすっきりとしたスタンドカラーのダウンというのも、着るだけでだいぶこう今っぽさというところが出やすいかなと思います。そして表面にですね、ステッチがほとんど出てないような形で、こうシームレスで結構やぼったくならないようなダウンというところも増えているので、まあ、そのあたりをしっかりと抑えたこのビューティー&ユースのダウンに関しては、トレンド感ほんのりと漂いながらも大人の男性にも似合いやすいような、そんな一着になっているかなと思います。一つのキーポイントとしてスタンドカラーというところを皆さんに理解してもらえるといいかなと思うんですが、もう一つご紹介しますね。こちらはスティーブン・アランのダルマジャケットというですね、非常に人気の高いですね、こちらはダウンではなくて中綿のジャケットになっています。ちなみに僕もこちらはですね、所有をしていまして、まあ、2年前に買ったものをですね、今でも愛用しているわけなんですが、非常にこれがいいんですね。まあ、襟に関してはちょっと大きめのものがついてるんですが、こちらもですね、襟を立ててスタンドカラーのようにですね、見せることができるんですね。このあたりは先ほどのビューティー&ユースのダウンと同じように、首元ですね、ここのデザインがスタンドで見せることができるというところでは、非常に近しい部分があるんじゃないのかなと思います。で、こちらのアウターの特徴としましては、あえてダウンではなくて中綿にしているというところですね。まあダウンも暖かくてすごくいいんですが、まあ最近ですね、真冬であってもそこそこ暖かいということも少なくないですし、なおかつ室内ですね、車の移動、電車の移動、または、まあ、室内に入ってしまえば暖かいので、まあ、そんなにダウンじゃなくてもいいよねっていう流れもあって、その中でダウンじゃなくて中綿のアウターというところ、ここが結構伸びているところでもあるので、まあ、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただきたいなと思います。
で、デザインのディティールなんですけども、先ほどのビューティー&ユースに関しては、割とこう、さらりとした大人っぽい雰囲気でしたが、まあ、こちらのですね、スティーブン・アランのダルマジャケットに関しては、ちょっとミニタリーっぽいアプローチになってるかなと思います。ボタンの付け方ですとか、まあ、ポケットですとか、このあたりにですね、ミリタリー要素を感じたりするんですが、ミリタリーだとか、ワークテイスト、このような部分をベースにしながら、ダウンだとか、中綿のアウターに落とし込んでるというものも、非常に旬なアイテムの一つかなと思ってまして、僕自身もそういったものをちょこちょこと買い揃えています。例えばこちらのようにですね、これは去年買ったものなんですが、ダイワピーワのですね、中綿のジャケットに関しても、ちょっとミリタリーライクなアプローチで、サイズ感少しゆとりがありまして、丸みがあるんですね。このようにちょっとシルエット的にも、すごいタイトなダウンというよりは、少し丸みのあるものも増えてきたりしているので、まあぜひ皆さんもですね、まあダウンだとか、まあそれに次ぐような中綿のアウターを買い替えたいという時には、ミリタリーワークテイストだったりして、サイズ感にも丸みがあって、それでいて襟元が立てられたりだとか、最初からスタンドカラーになってるものだとか、このあたりをトライしていただくと、一気に今っぽくなるかなと思うので、まあぜひですね、皆さんも検討していただければなと思っています。はい、続いて二つ目の冬のですね、トレンドアイテムなんですが、まあ、こちらのようなキルティングジャケットですね。まあ、ここ数年じわりじわりとこういったアイテムも増えてきてるかなと思います。まあ、トレンドアイテムというよりは昔からあるような定番アイテムではあるんですが、その定番アイテムでも旬なタイミングと最近あんまり見ないなというタイミング行ったり来たりしてるわけなんですが、このようなキルティング系のジャケット、アウターはですね、ここ数年ちょっとですね、旬になってきていまして、今年かなり増えてる印象なんですね。まあ、例えば、こちらのような太陽のですね、V ネックダウンカーディガンですね。このあたりなんかは、まさに象徴的かなと思ってるんですね。まあ、太陽というと、インナーダウンが強いですね、ブランドで、僕もですね、何年前かな、5年ぐらい前でしたかね。この太陽というブランドが出始めた時から、まあ、結構ですね、実際に買って着続けてきているんですが、まあ、本当に王道のインナーダウンですね。そこから始まってですね、最近はいろんなデザイン性の高いものに派生してですね、アイテムが増えてきてるんですが、この V ネックダウンカーディガンなんかもですね、まさにキルトステッチが入っていて、まあ今っぽい雰囲気が漂いながらも、内側はですね、中綿ではなくてダウンを使っているというところで、しっかりと暖かさも担保しているので、このあたりはすごく今っぽくて使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあアウターとして着るのであれば、秋から冬の、まあ中旬まではちょっと難しいかもしれないですが、前半戦ぐらいまでは乗り切れるようなアウターになっていまして、まあもうちょっと季節進んだら、この上にロング丈のアウターですね。まあロング丈のコートというのも引き続きトレンドアイテムの一つになっているので、そういったものを重ねていただければ、まあ十分にですね、秋冬までですね、使えて、もちろん春にも使えるので、結構一枚あると便利なアイテムなのかなと思っています。で、先ほどもちょっと出てきましたが、以前までですね、すごく人気の高かったインナーダウンみたいなものは、ちょっとですね、人気が落ち着いてきていまして、インナーダウンの上にコートみたいな着こなしをするというよりは、まあそのインナーダウンよりもちょっと着丈が長かったりだとか、よりアウターとして1枚で成立するようなこのようなキルティングジャケットみたいなアプローチというところが、まあここ数年ですね、トレンド的になってきてるかなと思います。まあ襟元がこういった V ネックっぽいものもいいと思いますし、あとはですね、丸首みたいになってるものですね。こちらも太陽のものなんですが、こういったものでもいいかなと思います。僕自身もこのようなキルティングジャケットをすごく愛用していまして、まあこちらを見ていただきたいんですが、まあ丸首になっていて、色はオリーブで、なんだかんだで結構暖かいもので、結構秋なんかはロンティーの上にさらりと着るぐらいな形で運用していますし、もうちょっと寒くなってきたらニットと合わせたりしながら着ると結構長い季節着れるんですね。特に車の移動とか電車の移動が多い時なんかには、冬でも結構これで十分だったりすることもあったりするので、まあ、キルティング系のジャケット、アウターはですね、1枚あると実はすごく便利かなと思います。寒かったら内側着込めばいいんですね。インティーのロング丈バージョン着たいだとか、もっと寒かったらヒートテック着ればですね、十分ですね、このようなアウターというのも長く活用できるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、このようなキルティングジャケットですね、どこか懐かしさもあるんだけども、現代的に丈はちょっと長めにしてあって、サイズ感も少し緩めっていうところで、ちゃんとアップデートされてるんですね。ですのでこういったものも改めてゲットしてみるのもいいかなと思います。体温だとか、トラディショナルウェザーウェアだとか、このあたりが強いかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のですね、冬のトレンドアイテムなんですが、こちらのようなドライバーズニットですとか、ハーフジップのニットみたいなものですね。
いわゆるこう丸首のベーシックなニットではなくて、こうジップで開閉できるようなタイプのですね、ニットがここ数年じわりじわりとトレンドアイテムに上ってきてるかなと思います。まあ、この流れはですね、去年も結構強くなっていたんですが、今年はさらにですね、勢い強まっていまして、いろんなブランドで展開がありますが、その中でも特にお勧めしたいのがですね、こちら、アーバンリサーチのハミルトン・ラムズウールドライバーズニットですね。こちらに関してはすごく使い勝手がいいと思いますし、大人の男性にもバチッと似合うかなと思うので、まあ、ぜひご紹介ができればなと思っています。まあ、ドライバーズニットというのは、ジップが下までこう開閉できるような形になっていまして、まあ、結構ですね、カーディガン感覚でさらりと着ることができるんですけども、ジップがあることで少しですね、シャープさが出たりだとか、まあ、今っぽい雰囲気ですね、このあたりも感じられるというところで、まあ、今旬なニットの一つになっているかなと思います。で、やっぱりですね、特徴は襟元なんですね。一番最初にご紹介したダウンだとか、中綿のジャケットに関しても、襟が高かったですよね。スタンドカラーになっているというところですね。これがニットにも採用されているのが、まさにドライバーズニットだとか、ハーフジップのニットなんですね。襟元に高さがあるので、全部締めてもいいし、全部開けてきてもいいし、あとはハーフジップのニットに関しては、半分ぐらい締めるぐらいが、ちょうど襟の広がりが綺麗だったりするので、まあ、このような着方ができるんですね。まあ、僕はですね、このようなドライバーズニットから入ってもらうといいかなと思ってまして、まあ、ハーフジップの方がちょっとカジュアル感が強めで、より年齢層で言うと20代とか30代前半の方に似合いやすいかなと思いますし、まあ、一方で大人っぽく着るのであれば、このようなドライバーズニットですね、下までこう下げられるようなタイプがよりいいんじゃないのかなと思います。僕はどっちのタイプも好きで愛用してるんですけども、このようなニットはですね、今っぽく見えるし、意外とシャツの上にさらりと着るだけで、アウター感覚で着こなしも成立がしてしまいますし、もうちょっと季節が進んだら、この上にですね、ダウンを着たりだとか、あとはロング丈のコートですね。まあそういった形で重ね着のパーツとしても使うことができるので、まあ一着あるとすごく今っぽさが出しやすいようなアイテムになっているかなと思います。まあアーバンリサーチのドライバーズニットに関しては4色展開になってまして、まあ残念ながらですね、これ全部色が良いんですね。これがですね、かえって選びづらいってとこですね。なんかこれっていうのは決まってればすごくいいんですけども、まあ特にですね、全色いいので選ぶのが大変なんですが、ただここはもう一つですね、ズバッと言っちゃうと、ブラック、これがいいと思います。これなぜかというと、ドライバーズニットというアイテムだけでもですね、トレンド感があって、まあデザイン的にも少し変則的な感じがすると思うので、まあそれに対して色味で遊ぶというよりは、なるべくベーシックにブラックで振ってしまった方が、まずは取り入れやすいからなんですね。これだったら上にコートをブラック着ても、ネイビー着ても、ダークグレー着ても、あとはベージュとかグレージュのコートなんかにも相性が良かったですので、まずブラック選んでおいて間違いがないんじゃないのかなと思います。まあドライバーズニットはダブルジップになっていて、まず一番上締めて下からもまた開けることができるので、ニットの下に着てるシャツとかもチラ見えさせることができるんですね。このあたりも含めて、まあ、使い勝手も非常にいいと思いますね。ハミルトン・ラムズウールを使った素材感もすごくいいし、まあ、厚みもしっかりとあるので、アウター感覚でも着れるというところでは、これは1枚あると便利かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、チェック柄のアイテムですね。これはですね、具体的に言うと、コートとかアウター系でもチェック柄のものが増えていますし、あとはですね、シャツでもチェック柄のものがちょこちょこと増えてきていまして、まあ、トレンドの流れを感じるアイテムになっているかなと思います。まあ、チェックというとですね、どうしても子供っぽかったりだとか、失敗するとダサく見えがちだというところもあるかなと思うんですが、まあ、あくまで選び方次第かなと思います。特にシャツとコートだったら、個人的には後者のコートですね、こちらの方が取り入れやすいかなと思っています。例えば、具体的に言うとですね、グリーンレーベルの今季のですね、セントデールウールチェスターコートですね、こちらのベージュに関しては細かなチェック柄になっていまして、上品なんですね。ちょっと英国調の雰囲気が漂うようなコートになっていまして、このようなロング丈のコートという綺麗めなアイテムの中にあえてチェック柄を入れることで、カジュアルなんだけども、コートの持つ綺麗さのおかげで、カジュアルに見えすぎないというところ、このバランスがですね、非常にいいかなと思います。まあ、ガンクラブチェックだとか、細かめのチェックだとか、このあたりが狙い目ですね。で、色はですね、ブラウンだとかベージュ、このあたりのものがですね、より上品に見えて、非常に大人の男性にも似合いやすいので、まずはチェック柄というものを、コートから取り入れというのはすごくいいかなと思います。まあ、皆さんもですね、ファッションが好きだと、無地系のコートはすでにお持ちかなと思うんですね。まあ、そんな時にマンネリ化したファッションをちょっと方向性変えるには、
チェック柄というものを取り入れてみる。チェック柄なんだけども、やぼったく見えないような細かいものを選んでいただければ、意外とバランスがいいので、おすすめになってくるかなと思います。で、問題はシャツなんですね。シャツのチェック柄というのは、僕の動画の中でも何度もお伝えした通り、結構失敗しやすいんですね。チェックの寝るシャツイコールおじさんっぽく見えるだとか、なんかこうやぼったく見えるというイメージ皆さんもお持ちかなと思うんですが、まあ選び方を間違わなければおしゃれに見せることもできるかなと思います。特におしゃれが好きな中上級者の方であれば、チェック柄のシャツは結構使っている方も多いので、まあトライをしてみる価値はあるかなと思います。僕もですね、こちらのように今期ですね、スティーブン・アランのですね、チェック柄のシャツを購入しました。本当にギリギリ感はあるんですね。まあ、ブラウンをベースにしながらの細かめのチェックだったり、大人っぽい配色なので、まあ、悪目立ちするような形ではないので、僕はこれすごく気に入っていて、昨日も着ていたわけなんですけども、なかなか選ぶのが難しいです。あとはもう完売してしまったかなと思うんですが、ユニクロ U の今季のですね、グリーンをベースにしたようなチェック柄ですね。これもまためちゃくちゃ良かったんですね。ですので大人にも似合うようなチェック柄が見つかれば、このあたりもおすすめなんですが、まずはコートから始めてみるのがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェック系のアイテムトライしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のですね、冬のトレンドアイテムなんですが、まあ、ボトムス行ってみたいなと思います。まあ、ボトムスもですね、バリエーションたくさんあるように思うんですが、実はですね、そこまでメンズで使うボトムスっていうのは幅は広くないなという印象なんですね。僕の中では鉄板だなと思っているのが、まあ、ブラック系のイージーパンツですね。あとは結構グレー系も使いやすかったりするなと思っていまして、他にはですね、オフホワイトだとか、ホワイト系の爽やかなパンツがあったりだとか、あとは定番的なデニムというものもありますね。それに加えてもう一つメンズのボトムスの中では重要度が高いなと思っているのが、オリーブ系のパンツですね。例えばカーゴパンツだとか、ベイカーパンツだとか、パラシュートパンツだとか、このあたりのミリタリーベースのオリーブ系のパンツというのは、やっぱり一本あるとすごく便利なアイテムかなと思いますし、まあベーシックで定番的な位置づけでありつつ、ここ数年はトレンド的なアイテムとしても脚光を浴びているので、まあぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。まあユニクロでもこのあたりはしっかりとやっていまして、ユニクロ U のパラシュートカーゴパンツ、このあたりを取り入れてもらうのもいいと思いますし、まあ僕自身もですね、気に入ったカーゴパンツだとか、ちょっとこうミリタリーっぽいですね、オリーブのパンツがなかなか見つからなかったので、自分のブランドでも作っていまして、僕はカーゴパンツじゃなくてベイカーパンツをベースに作っているんですけども、カーゴパンツってサイドにポケットがついていて、結構ボリューミーなデザインも多かったりするんですね。ですので大人の着こなしの中でちょっとカジュアルな雰囲気が強くなってしまう場合も少なくないので、まあ僕はベイカーパンツが結構好きなんですね。ベイカーパンツに関してはサイドにポケットがなくて、腰の部分にですね、外付けのポケットがついているんですが、まあ、これぐらいだとそこまで主張強くないので、意外と着やすいかなと思います。オリーブ系のパンツの良さというのは上半身ですね。ここがブラックだとかダークグレーとかネイビーだとか濃い色のアウターだとかトップスに対して、オリーブのパンツってめちゃくちゃ合うんですね。僕がよくご紹介しているようなブラック系のパンツっていうのは、上がですねブラックだと結構全身が重たくなってしまうので、例えばコートをベージュにしたりだとか、少し柔らかみのある色合いにした時にこそ黒パンってバチッとはまるんですね。ですが、まあ、上がブラックとかが多い方の場合は、ちょっとボトムスでオリーブとかを入れてあげると、ちょっと黒音感漂うような着こなしが気軽にですね実現しやすいので、一本あるとすごく便利かなと思っています。合わせ方はそんなに難しくなくて、ブラック系でまとめるか、もしくはホワイト系のアイテムとオリーブのパンツを合わせるか、このあたりで黒か白かでパキッとですね色を分けてしまうと、結構オリーブのパンツって意外と使いやすかったりするので、まあ、ぜひ皆さんもですね、冬のボトムスの一本として、このようなオリーブ系のパンツも検討していただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、大人の冬のトレンドアイテム5000ということで、皆さんにご紹介させていただきました。まあ、それぞれのアイテム、どれもですね、ここ数年トレンドアイテムになってきていて、今年その人気がさらに高まってるよというものが多かったかなと思います。ですので、もう最新のですね、バキバキのトレンドというわけではないので、それを着たところで、なんか変わった格好してるだと思われることも、そこまでないかなと思うんですね。
本当に最新のトレンドというのは尖りすぎていて、なかなか周囲の方が理解できないレベルなので、ちょっと扱いが難しかったりするんですね。それよりはここ数年トレンド的になってきてるよぐらいの、半周遅れぐらいのトレンドアイテムぐらいの方が、僕はですね、大人の男性には取り入れやすいかなと思ってますし、僕自身もそのあたりを意識的にですね、取り入れるようにしてるんですね。ぜひ皆さんも日々の着こなし、ちょっとマンネリ化してきてるな、もうちょっとスパイス効かせたいなという時には、今回ご紹介したようなトレンドアイテム1点2点だけでもいいので取り入れてみることをお勧めしたいなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、今回ご紹介したようなトレンド的なアイテムですとか、中上級者向けのですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドのアイテムに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。僕も投稿をしていますし、僕以外の専門家スタイリストも記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができて、おしゃれが好きな男性が集まっていろいろ交流できるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。